よく当てたね。先生相手にすごいよ、カカシ。たった一撃でしょ。褒められるようなことでもないよ。俺だって。ナイスタイミングってとこ。あ、クシナさん、わーい。みんな頑張ってる。 ああ、ちょうど休憩に入ろうとしてたとこだよ。よかった。はい、お昼。ご注文のクシナスペシャルね。やった。私クシナさんのご飯大好き。ああ、可愛いやつ、可愛いやつ。リンは本当にいい子。せっかくお弁当を持ってきてあげたクシナ様に対して、 随分な態度を取るじゃないの。俺は別に頼んでねえよ。腹も減ってねえし。強がるのもいいけど、とりあえずご飯食べなさい。腹が減っては戦ができない。でしょ？いらねえよ。俺は施しを受けねえ。飯がなくても戦える。へえ、男らしい。 とでも言うと思ったか。口答えしないで食べる。忍びは体が資本。そういうところがガキなんだってばね。出たよ出た出た。また始まった。拳を食べてよ、二人とも。この暴力女。はあ、誰が暴力女だ。うん、カカシもやるようになったわね。うん、 あの年であそこまでできれば上出来だよ。凛も成長してるし、いいチームになってきたじゃない。<笑>オビトもいるしね。あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって。<笑>君の言う通り、 確かにオビトには足りないものがいくつもある。けど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる。それは間違いない。って、そんなことわかってるか。お気に入りだしね、君の。さて、どうかしら。 はい、これ。ありがとう。ところで、次の任務地は決まりそうなの？うん、近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ教だろうね。カンナビ教、戦争早く終わるといいね。 準備はいいね。はい。それじゃあ、クシナ。うん。みんな、しっかりね。頑張ってくるのよ。うん。あと、オビト。いいわね。<笑>俺を誰だと思ってやがる。俺は火影になる男、内葉オビト様だぞ。何の心配もいらねえよ。絶対に任務を成功させて、そんで怪我なくみんな一緒に帰ってくる約束だ。<笑>うん、約束だ。 <笑>そういえばずっと聞きそびれてたけど、ん？なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい？あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るくまっすぐに歩いていける、 そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい。
生意気でもいいけど、仲間を大事にして根性があって決して意志を曲げない、そんな強い子になってほしいって。この世界は終わらせねえ。終わらせる。